堀内光雄は、日本の政治家、実業家、元衆議院議員、富士急行株式会社会長、血液型 AB、労働大臣、通商産業大臣、自由民主党総務会長を歴任、山梨県東厚代郡三坂町出身、富士急行創業者一族の出身で、祖父、党共に、衆議院議員、生誕地は、当時父、和夫が、 関東軍参謀として赴任していた関東修了順。誕生時は元日だったため参謀がおらず、林家に住む石原漢字の妻が代わりに取り上げたという。父の転任に伴い、法典、新京、安藤の日本人小学校に通った。昭和16年に、祖父、良平の昆棒により一家は帰国。麻布中学校に通うも、人造闇地元に帰った。 その後山梨県立高府第一高等学校から、慶応義塾大学予科、慶応義塾大学経済学部卒。学級肌の経営者として知られ、生産性の測定と適正分配た複数の著書がある。大学卒業後、富士急行に入社しようとしたところ、父和夫より他者を経験するように言われ、箱根登山鉄道に就職。その後、富士急行に入社し、 東京都内の観光バス営業所に勤務。企画課長、経理部長を経験後、子会社の演習貨物に出向する。こういった修行体験が、高年同社を観光事業を中心として再建するのに役立ったとされる。1962年、富士急行社長に就任。現在の富士急バスのカラーリングは、彼が考案したものである。このか。 富士急社長時代には富士急ハイランドや日本ランドなどの観光事業や各種事業に注力し父和夫と東急総水の後藤慶太との関係からともすると東京急行電鉄の冒険とみなされていた同社を自立させ一台で現在の富士急グループを形成した1976年の第34回衆議院議員総選挙で初当選当選後は 大平正義率いる高知会に入会。高知会では、後の会長、鈴木善光の側近として知られ1989年の宇野内閣で労働大臣として初入閣したが、1990年の第39回衆議院議員総選挙では落選。しかし、1993年の第40回衆議院議員総選挙ですぐに返り咲き、1997年に、 第二次、橋本改造内閣で通商産業大臣に就任。通産省在任中、石油公団について事務方が用意した答弁書の内容に疑問を持ったことから、同公団関連企業百十二社についての膨大な資料を独力で精査する。その結果、公団の不良債権が一兆三千億円にも膨れ上がっていたことを暴き出し、退任後の九百九十八年、 文芸春秋史1998年11月号に、掲載の論文、通産省の地部石油工団を告発するで実態を世に問う。その結果、2002年に石油工団廃止法が成立される運びとなり、同工団は2005年3月をもって解散された。2000年11月の加藤の乱で加藤派から分離、翌年堀内派を結成し、会長となる。 2001年4月から2004年9月までの約3年半にわたり、小泉政権下で総務会長を務め、小泉改革に反対するベテラン議員が多い中で、基本的には一貫して小泉を支援した。2003年の自民党総裁選では、野中広や小釜誠らに、反小泉派の統一候補として出馬を要請されるが誇示する。しかし、 総務会長退任後は一転して、反小泉色を鮮明にする。これは、派を挙げて、小泉政権に協力したのに、内閣改造などで堀内派が、反主流派並みの礼遇を受けたからだと言われる。優勢民営化法案の衆議院本会議採決では、採決当日に、派閥会長を辞任して、反対票を投じた。このため、第十四回衆議院議員総選挙では、 自民党公認を得られず、無所属で出馬。自民党公認の長崎光太郎候補らを破り10回目の当選を果たすも、当選後の特別国会では、再提出された優勢法案に一転して、賛成票を投じた。2006年8月22日に、慶応義塾大学 OB の新木という名目で、民主党代表の小沢一郎と、 国民新党代表の綿抜民助とゴルフをするなど、非自民職を強めていると見られた。しかし、10月に入ってからは復党の流れが強まった。11月27日には自民党に復党願いと誓約書を提出。翌28日には記者会見を行い、迎えてくれるのならありがたい。私は法案には反対したが民営化自体には賛成と語り、 復党の理由などを国民に説明した。2006年12月4日、増半議員11人の復党が、党記委員会にて、全会一致で認められ、自民党に復帰。12月15日、小川派に名誉顧問として、再入会。翌年9月26日、同派名誉会長に就任。2008年6月16日に、自民党本部は堀内を公認することを内定した。 対立する長崎幸太郎には比例1位の待遇が用意されたものの長崎は無所属で出馬する旨を表明。麻生首相が衆議院解散、総選挙の日程を予告した2009年7月13日に自民党に離党届を提出し17日に了承された。7月18日には長崎を支持する地元町議補佐党員3648人が 集団離党したと報じられたが、水増しであり、自民党山梨県連は、実際の党員は415人で、その中でも、個人の場合や、本人の承諾がない場合もあることを明らかにしている。その後、8月11日、長崎が、保守系、半ン泉半有ミ、無所属の政治家により構成される、平沼グループに参加し、グループ代表の平沼武雄が求めていた。 優勢民営化を見直す方針の受け入れを表明したため、小泉知事ドレンの資格として、半小泉、半優勢の堀内に敵対した前回選挙と図式が逆転している。2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙では、山梨県建設業協会の支援を受けて、選挙活動をしていたが、民主党新人の坂口学陽に敗れ引退。 2012年の第46回衆議院議員総選挙では、長男の妻、堀内翔子が後継候補として出馬、小選挙区では長崎に敗れたが、比例復活で初当選した。2016年5月17日、間質性肺炎のために死去。86歳没。政府は没後、肖像くらいに除することを閣議決定した。ありがとうございます。